おーい、どうした、トイくん。おーい、どうした、待ってたかのように。みんな、おやつの時間だよ。なんだそいつは。アイスクリーム、アイスクリーム。なんでこんないっぱい買ってきたんだ。いやなんかコンビニ行ったらアイスあって、1個見たらもう1個欲しい。あ、でもあれも欲しい。迷っちゃったら全部買っちゃいました。アホかも。食べたいよ、みんなと。いっぱい食べちゃおうか。やったってことで、僕が勝者の時に牛丼やらドーナツをみんなで分けて食べてるの見てて、アイスならリベンジできると思って、なるほど、ね、今日買ってきました。あれ、牛丼俺はできんかったっけ。牛丼できた。こいつを今1,2,3,4,5,6人で割って、はい、食べていくということね。うわ、俺これは一人で食える。でもこれ一人で食べるやつ。みんなで負けないんで。そうですね。え、こんな種類あるの。あ、めちゃくちゃありました。何種類、期間限定のとかもあったんですけど、70ぐらいです。わーお、70無理か。社長、これ70もあるんだ。社長、これ負けた。一回初心に帰ると、はい、満腹中枢理論というものがありまして、ほうほう、人って同じものをずっと食べ続けてから満腹になっちゃうんですよ。だからこれ一個全部食うと、あ、全部食べたなと、一人で全部食べたなって。すごいガサガサ言うな。全部全部一人で食べると、一人で全部食べちゃったよっていう満腹中枢が刺激されて食べれなくなるんで、この大人数でこう分けて食べると、うん、ちょっとしか食べてないなっていう。なるほど。え、一口ぐらいしか食べてないじゃんっていうのは永遠に続き続けるんで、満腹中枢が一生上がらない。なるほど。つまり全部食えます。だちょっとあの寂しい動画になるんですよ、気持ち的には。全然お腹が満たされないっていうのがずっと続くんですけど、結果的に70個ぐらい食えるよっていう。よし、なるほどね。42個でした。42個全部食えるっていう。70は無理だろ。もうだいぶ少なく感じちゃう。いけるでしょ、無理ね。おお、いけるでしょ。少なく感じちゃうじゃん。1個目、はい、ピノ、はい、ピノいきます。はい、ショート6個です。お、あ、もう溶けてる、もう溶けてる。 OK、 1個目クリア。もう満腹中枢ないでしょ。うん、ない。うん、ちょっと物足りないぐらいでしょ。ない。これが続きますと。2個目、2個目です。はいはいはい、いただきます。はい、2個目完食。分けやすいのに、チョコモナカジャンボ18個ある。1人3ブロックか。3ブロックだ。うまっ、やったー。おい、いいぞ。食べ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 。はい、3個目。こんなんよ、だって1人。うわ、腹ない。いただきます。ほい。あー、きつい。はい、ここからここから。うん、もう買った。4個目。はい、はい。うん、あ、いやいやいや、どんどん行こう。5個目。これ12個入ってるらしいんで。おい、おい、だるくます。うん、さっぱり。かかるんだよね。うん、入る日見るよね。6個目ですね。はい。あ、うま、あ、これうまいわ。歯がですね。次はオレンジです。7個目ですね。あ、やっ、センキュー。うまっ。うん、これで今7いきましたね。早い。分割しやすそうなのない。もうない。一応こいつが冷凍いっちゃう。とりあえずいくか。いきましょう。3等分ずつに。いや、絶対やないっすよ。5秒後スパーン。あー、10年後結婚したいよ。ん、どういうこと。うわー、冷たそう。いただきます。いただきます。うわ、この子。あ、はい。なんかこれもいけるのでは。いけそう、いけそう、いけそう。いきますね。やわもち、やわもちいきます。ちょっとポケットの中には。やわもち、ポケットの中身は。すいません、無視した。とりあえず一回こう出して。あー、いいですね。おお、天才だ。天才だ、取引いきます。餅なんだもんね。天才だ、取引いきます。天才だ、取引いきます。あ、うまい、うまい、うまい。アスタリスク方式。あ、いいね。アスタリスク方式。ちなみに、ちなみにめっちゃうまいと思う。もう匂いがすごいもん。めっちゃうまいと思う。誰も何も言わなくなる。パン。うん。こ
なんだこの。ああ、ここか。同じじゃないのこれ。違う。え？でそれゴロッとマンゴーでしょ？今回やわもちだから。違うんだ。マンゴー早く感が。うん。行ったことあります九州。あ、はじめさんあるか。まあ、彼女じゃない女の人と旅行に行きたいんだよ。あ、ちょっともうなんていうんですか、こうどこまで行くかみたいな駆け引きってことですね。違ったか。いやむずい。次がもちもちシューアイス。おー、Here we go。 これやばいな。やばいっすか。楽すぎて。あ、そうっすね。今のところガチ余裕、うん、理にはかなってんな。確かに。よし、こんなどうなってんの。首尻永遠になんかあの一食させてられてる感じ。あー、はいはい、いただきます。いたます。いただきます。次はイチゴですね。はい、いたます。いたます。うわ、どうやって。うんうんうん、ガーリガーリチョコ弁当。いや、給食のカレー食べて。いや、給食のカレー食べて。もう二度と食えんのかな。本当に食べたい。なんで優しい味わいなんだろう。本当に。わーお、ありがとうございます。わーお、チョコミント。こりゃ強力なチョコミントだ。これガリガリ君でしょ。でもうわうわ強力なチョコミントとは歯磨き粉。うわ、マジ強力なチョコミント。うんうんうん、わあ苦手な人は喋れないですね。うん、いただきます。うん、うまい。お、スイカバー、うん、これこそ糖分ブース。これ分け方次第では反乱を呼ぶよ。種のチョコのところ大好きだった。あー、チョコ味なんですね。そう、うん、うわ、久々見んなこれ。とりあえず真ん中行くじゃないですか。いいじゃん、結構じゃないかな、はい、あこれ切れるか、うん、切れるよ。あんこバターケーキサンド。おお、めっちゃうまそうじゃん。バリうまそうじゃん。うん、こんなパンケーキみたいなやつなの。うわ、パンケーキ食ったんすよ最近。すげえ報告来たな。縦麺と食いに行ったんすけど、縦麺と食っても美味しかった。飯まずくなるんすか。パンケーキでも量すごくなかったっすよ。あれ、女の二郎って呼ばれてるっすからね。女の二郎。最後パンかけました。いや、かけてないっすね。多分湿気です、俺。めっちゃもともとテンパなんですよ。めっちゃかかってる風。なんで、ちょうどいいっすよ。今ちょっとかかってる風、うん、確かに言われてる。なんでだよ。うわぁ、いや、これ間に合わんか。うわぁ、おぉ、おぉ、消えた。あ、あ、まだまだまだ、いける、いける。これパンいける、これ。これはリンゴです。あ、これリンゴなんだ。俺これめっちゃうまいよね。あ、でも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 いたいただきます。あ、うまいうまいうまい、うまい。入れるだけ入れときます。入れられるだけ。そうで、ちょっとあのこの形状がおかしくなっちゃう系は、はい、かわいい。でももういや、冷蔵庫入れただけです。そうだっていうふうに見せかけて、ここでクーレしていきますよ。うん、なんかもう均等にちょ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 って溶けてました。あー、めっちゃいい。うん、クーリッシュ。あ、そうなんですよ。なんかこれ、紙コップとかの飲みやすそうって。確かに。エッス、エッス、エッス。うん、お、次、チョコ。チョコです。これマジでうまい。では、乾杯。乾杯。うん、チナいけるね。チナいける、うん、俺ですらいける。おぉ、ここパピコ、うん、量がでも多そうだよ。3等分してパピコ3人で1本でいこう。乾杯。乾杯。パピコ分けたことあります。半分こしようみたいな、あの理想的なやつ。パピコの、うん、女の子とみたいな。シェアハピね、うん、1、2回ある気がするな。俺もある予定だな。まだないな。ちょっとコーヒーの勢いでこれいっちゃっていいんじゃない。はい、次これ。はい、ペッて行ってみていいですか。一回行ってみよう。大丈夫。それ絶対うんち出た。なんでそんな音したんだろう。で、茶色いんでしょ。うわぁそんなことある。いただきます。いただきます。いただきます。これすごいんですよ、糖質が抑えられてるアイスで、意識高い時食べてます。いただきます。あー、この子歯が
意外とめっちゃ食ってる多分。うん、いやもう20個ぐらいいってるよね。あ、もう全然いってますね。めちゃめちゃ余裕なんだけど。すみません、素直のマンチーズケーキ。オーケーです。しょうもない料理食いたいよね、うん、めちゃくちゃ。でもカロリー高い。いただきます。じゃあ白熊いってきます。おー、うわー、めちゃめちゃうまいんだよ。あれめちゃめちゃうまい。白熊ね、鹿児島ですからね。へぇ、すげえうまい、甘くて。一旦サラッカイと、うんうん、天才か。焼肉の店員いるよね。牛角の店員とかにいるわ。またぞみたいな見た目の人。あとジョイサウンドにもいそう。あカラオケがいるわ。うんま、うん、じゃあ行きましょう。はい、層を割らせます。うん、あーまあ確かに系統破壊はありそうですね。層を割らせます。そうしますか。層を割らせます。いただきます。いただきます。はい、次練乳いちごですね。ウェイ、これに向かってカメラやったんだ。こっちだね。レンズこれがレンズで、でこれがモニター。うわー、うまそう。いい感じに溶けてますね。うん、俺一人で食べちゃおうかな。マジで待ったぞ。一人で全部食べる。すごいね、待ったぞ。いただきます。いただきます。うん、まっ。次こいつです。よし、そこだそこだそこだ。あーしよし。あーいただきます。いただきます。これはティラミスだ。わお、ウォン、ファンタスティックベイベー。ブンシャカラカ。いただきます。いただきます。いただきます。次俺も出したい。いこう。よし、じゃあまあまあ。じゃあはじめさん、これ見せてもらっていいですか。うん、次は何ですか。次はね、はい、スーパーカップのゴールデンボール。ついに画角にも。なるほど。なんで、なんでまだぞ、ただ。次は伊藤さん。よくわかる。じゃあ、さあ、ラストですね、スーパーカップ。はい。なんかおしゃれじゃない、そいつ。これなんか、高いやつ。高いやつ。というわけで、SL スーパーカップ。どこやってんの。やるやん。じゃあ次はどちらか。次は待って、もうないよ。よしよし。これはちょっとスーパーカップオタクからすると高いんですけど、アイスっていうくくりというよりスイーツみたいな感じだから、めちゃくちゃ盛り込んでやって、いろんなのが。ケーキっぽいっすね。さあ、あと3個。一番しんどいのいこう、これ。じゃあそれいきましょう。よし、いますか。ブランデー&オレンジにしちゃう。お高いぞ。あ、お自ら。待って待って、俺お自ら。じゃあ次はブランデー&オレンジです。バン。はい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 。え、でもうきついよ。でも普通だと絶対食えないよ、食ってると思う、多分。ああ、本当に。アイス30個でしょ。そうですね、今27個目。まあまあまあ、普通か。普通か。食えるっちゃ食える。あっ、うまい。うん、さあ、きつい。行きましょう。よし、ようやくん。やっと。一応一緒にしてたのが硬すぎるよね。あー、トイくんは見たいらしい。見たいっす。パターンなくね、これも。本当に。え、どうすればいいんだ。じゃあ最後の商品、モーです。おー、あー、乾杯。乾杯。あー、うま、濃厚。じゃあ最後にバクってきたかもしれない。これドアズキですね。いきます、見せてください。え、見せてください。見せてください、はじめさん。最後締めよう。なんかゲームできました、最後。なんならまだあるしな。確かに、あと10個ある。じゃあもうやめときましょう。やめとこう、やめとこう。一周したからね。やるんかい。あずきです。あずきか、好き好き。うわあ、ゾッとした。集合体表彰出たわ今。ちょっとキモいっすね。ちょい気持ちかいな。俳優。いやマジ俳優。うわあ、あ、うう。ちょっともうこれ何。
うわ、タナクス見てこれ、やばくない？うわマジでキモい。うわっす。あーイエーイ。いや、もう無理じゃない？え、なんかまだ行ってちょう。これでラストっす。これこれこれ、こう多くね、なんかどうするこれ、こっから。でけんの？これどうするこれ、これは切れるんですかね。一回コーンやばい。もうクリアじゃないですか、実際。まあ実際、実際はクリア。一人一コーンいっとくっていう。ああ、誰が行きます？一人一コーンいっとく。一人一コーンいっとく。せーの、確かに。グッ、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 パブロチーズタルトワッフルコーンです。じゃあ俺はジャイアントコーン。ああ、うん、ジャイアントコーン。え、こっちしょ。じゃあジャイアントコーン。まあまあ、じゃあジャイアントじゃんけんぽい。いいやつ、いいやつだね。お、いや、おじゃん。そうですね。おじゃん。これ、いただきます。じゃあ僕これで。よーし、よし、よし。これでコーンが6個減ったので残りが4つ。え、もう終わじゃない？あと4つ。よしよしよし、いける。すごい。ここは新しくしたい。はい、あ、確かに。カップ麺、あとまあ、いや、本当にしたい、本当にしたいけど、あ、びっくりした。もう一回紹介しろっていう話かと思って、トマト早く。そんな引きずる？こっち見てない、トマト早くって言って。おいっす、おいっす。あと3個。あら、あー、意外と。パンパク。いただきます。いただきます。ちょっといきます。チェリオだって、チェリオ。じゃあいただきます。はい。結構遠い。いや、まだっす。これどうしますか？一人？すごいこと言ってるやつ。最後はね、この人に飾ってもらいましょう。紹介から。紹介から。紹介から。その人に最後飾ってもらいましょう。ラスイチを。ジャン負けで。いや、勝ちにしましょう。食べ物。勝った人が食べれる。はい。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。アイコールショー。アイコールショー。うわー。最初はグー、じゃんけんぽん。最後に私が食べますのはこちらの、ダークモカカカップルワンです。おお。なんで勝つかな。すごい。なっちゃいけないやつ、俺 100% になるよね。あ、俺すげえな。いったっすね。でもこれ多分一人一個でやったら絶対辛いと思うよね。確かに、考え方を変えるだけで目的達成のルートは他にあるということですね。その通りです。はい。わー、すげー。ってことでね、説立証です。ありがとうございます。これすごいよ、ほんとに。いや、これすごい。じゃあ次回は何編でお会いします？次はラーメンの具、麺、スープでお会いしましょう。うわ、でもほんとすごいっすね。俺だからまだ負けてる大食い見たことないっすもん。